言っときたいんだけど、まあ、試合でよく見るけど、下から三角して、でも閉まんないで疲れてパッされて、負けましたみたいな試合って、特に白帯さんだと多いよ。で、その三角締めってね、もうむちゃくちゃ難しいんですよ。まあ、大正時代はね、幻の技だったからね、今のベリンボロみたいな。で、三角ってね、スイープした方がいいんですよ。で、三角締めって、相手もう右手使えませんね。そしたら右足をすくう、ちょっとまあ、なんでしゃべって、ないんで、ケツを浮かして背中のケツの下に手を入れて、それをこういうふうに入れる。そして相手の頭と膝をグイグイ全部近づけて、これで丸くなった。丸くピッと押せばこうなるじゃん。で、ここから上になればこれでスリップ2点でしょ。で、マウント4点はちょっとなんか今最近ルールが変わって、肩の下にないといけないとかなんとかあるみたいなんで、ちょっと細かいことはフルミーティング出たけどね、よく分かんなかったから、ルールで見たよ。でもこれで点取れば勝ちじゃん。で、上になって決めりゃいいんだ。で、あとやってみれば分かるんだけど、足すくったよ、で、倒したよ。で、そのうちね、ここすごい締めやすいし決めやすいっていうことが分かると思う。なんで締めやすいか、さっきほっぺと肩がついたら締まるよ、でここ開けさせられたら締まんないよって言ったけど、顔をこの形ってさ、自分の体重で自分で肩枕してるようなもんだから、ちょっと開けづらいじゃん。開けづらいからめっちゃ締めやすいんですよ。関節も取りやすい。でこれで、ここなら締めれるわっていう自信を持ってから下から締めた方がいい。そのぐらい下からの締めは難しいから、いきなり下からの締めやってもなかなかかかんないと思うよ。それとこの挟んだ腕と反対対角の足持ってギュギュ引けば締まる角度になるから、上も逃げづらいから、しかもスリープも使えるし、初めはそうした方がいいと思うんだよ。あとなんかあります？